にちは、ゆきです。今日は中国語の勉強で使えるニュースサイトをご紹介したいと思います。中国語を勉強しているとなかなか上達しないとか上手くなったような気にならない、レベルアップしないという悩みがあると思うんですが、語学の天井は読解力と言われています。試験でもそうですよね。読解問題の文章が一番難しいですよね。例えば聴解の問題ですと、それを文字にした場合は内容は簡単ですよね。でライティングにしてもその読解と同じような文章が書けるというわけではないですから、読解というのが天井になるわけですね。で何を読むか迷うということもあると思うんですが、そこで今日お勧めしたいのはこのニュースサイトです。いくつか紹介したいと思います。僕が中国で中国語を勉強した時にやった方法ですと、雑誌ですね、雑誌をですね定期購読するんです。そうするとですね、もったいなくて、意味がわからなくても読むんですよ全部。というので、速読みたいな、速読というか、読解力がついたと思います。今でもですね、その情報誌を購読していて、その内容をこのブログとか YouTube で紹介しています。他のもぜひ見てください。でこの方法ですと、雑誌を購読するのは日本にいては難しいと思いますし、あとお金がかかりますね。無料でできる方法としたら、ニュースサイトがいいのではないかと思って今回紹介します。で一つはですね、有名な人民網というものです。中国の全体的な様子とか、あとは政府のことですね。たまにですね、健康に関する記事とかも出てたりします。もちろん、こういった中国のニュースはですね、政府の当局の管理が入ってますから、他の海外のニュースとはちょっと違った内容であることが多いですが、ニュースから情報を取るというよりもそれを楽しむという感じがいいのではないでしょうか。で次は新華社、新華社通信ですね。これも有名ですね。でこれはですね、ホームページがシンプルで見やすいのが特徴ですね。で内容のジャンル分けも詳しくしてあるので、細かくしてありますので、すごく使い勝手がいいと思います。次はですね、ビジネスニュース、中国の意識高い系の人たちが読んでいるものですね。ここで紹介するのはまず3つです。第一財经、財经王、商界王というものです。この3つですね。これはビジネス情報誌みたいな感じですね。僕のブログとか YouTube でもこれらの雑誌を使ってます。他にもあるんですが、これらを使うこともあります。これらは主に経済とかビジネス情報について出てますね。なのでこちらの中国のビジネスマンの人たちが読んだりしているそうです。ビジネスをしたい人たちなどは、こういったものを事前に読んでおくのもいいかと思います。で他にはですね、英語でも発信されているサイトを紹介します。もちろん中国語でもありますので、中国語で読むこともできます。一つはですね、 China Today ってやつですね。これはですね、今日中国ってやつです。でこれには中国語の他にスペイン語、フランス語、アラビア語、オランダ語があります。でこれらの外国語を勉強している人は、同時に読んでみるのもいいかもしれませんね。僕も、スペイン語とかフランス語とか何度か覗いてみたんですが、内容は毎日更新されているわけではないみたいですね。英語版の方は結構頻繁に更新されているようなので、ぜひチェックしてみてください。主に中国の文化とかですね、中国の地理ですか、その、地方の特産物を紹介したりしていました。でもう一つはですね、チャイナアフリカって言うんですね。中国与非洲ってやつなんですね。チャイナアフリカというのはチャイナとアフリカですね。チャイナアフリカです。でこれは英語、中国語、フランス語の記事が入ってます。中国とアフリカは、経済協力かなんかで、中国にはたくさんのアフリカ人が留学生として来たりもしています。これからはアフリカの時代が来ると言われていますね。なので、中国語を勉強するついでにアフリカについても知ることができますので、これもいいかもしれませんね。で次はですね、英語のみのサイト、これはサウスチャイナモーニングポーストってやつですね。こちらも名前はよく聞きますね。これは香港で発行されている日刊新聞なんですが、2015年にアリババグループに買収されましたから、今ではその中国当局の管理下にあるわけで、内容はその当局よりということになります。でこれまでが簡体字のものでしたね。中国は簡体字、繁体字がありますが、簡体字でした。では繁体字のものを見てみましょう。繁体字は香港と台湾のものですね。で次に紹介するものは香港と台湾のニュースですから、中国国内からはアクセスできません。国内から、アクセスしたい場合は VPN というものが必要になります。詳しくはこちらですね。これは私が使っているものなんですけど、YouTube とか、あと自分のブログにアクセスするにもこの VPN がないと使えません。なので、
中国に駐在とか出張で来られる方はぜひ、まあ、これをチェックしてみてください。ここに紹介しています。月1000円です。次は、まあ、最初はこれですね。アポオンラインってやつですね。これ有名ですね。アップルニュースですね。これ香港のニュースサイトで、まあ、バラエティ情報が多くてすごく読みやすい記事になってますね。まあ、香港はいろいろ変わりましたから記事の内容も以前とは違うと思うんですが、バラエティ関連のニュースがたくさんあります。結構面白いと思います。で、内容は香港に限らず台湾のものも多いです。台湾の芸能人とかの話も多いです。次はですね、山城と、中央通信社というものです。この2つは台湾のサイト、主にビジネスパーソンに読まれているそうです。ビジネス情報以外にもライフハック的なものも多くて結構読みやすいと思います。もし反対人について勉強したかったり、慣れたいと思う、反対人になりたいと思う人たちは、まあ、これらを毎日読んでいれば、数ヶ月続けていれば、まあ、慣れてくると思います。で、まあ、反対人と艦隊人の比較表を以前まとめたのがあるので、下の概要欄にブログを貼っておきますので、ぜひそちらから見てみてください。まあ、他には以前紹介した、まあ、こちらの動画ですね、中国語の独学法というのを紹介したので、ぜひ参考にしてみてください。もちろん勉強方法はいろいろありますから、自分に合った方法でやるのがいいと思うんですが、ぜひこの方法も参考にしてみてください。詳しくは下のブログの中にそのリンクのサイトなども貼ってありますので、そちらから飛んでみてください。でも HSK の対策や、あとは大学受験などの中国語の対策の動画も載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。